シュータデラデメノルカ、またはシュータデラデメノルカは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ。メノルカ島西部にあり、メノルカ市教座が置かれている。公式名は、カタルーニャ語のスタデラデマノーカ。様々な時代、様々な民族から、ジャンマ、ヌラ、ミネルは、イアモ、イアモナ、メディマミナーカと違った名前で呼ばれてきた。現在の名前になったのは、 アラゴン王アルフォンソ3世移軍に占領され、ヨーロッパの文化圏に組み入れられてからである。現在の名は、ラテン語の守備タテらから派生したものだとされる。しかしこのシュタデリアという名称は、レコンキスタ以前から、ローマの影響を受けたメノルカのモザラベたちの間で、生じていた。1558年に、オスマン帝国の艦隊がシュタデリアを攻撃し、 住民の一部がイスタンブールへ連れ去られた。この年からゆっくりと町は再建されたが、1646年には国死病の流行に見舞われた。スペイン継承戦争中の1708年にイギリスが侵攻し、制圧、ユトレヒト条約でイギリスのメノルカ支配が認められた。70年余りの占領下でメノルカ島中心都市の地位を魔王に奪われ、 衰退していった。スペイン内戦では、シュータデリアは、スペイン第二共和制に忠誠を示した。1939年のメノルカの戦いで、フランコ軍がシュータデリアを抑え、魔王の共和国軍と対峙した。典型的な地中海性気候であり、夏季は暑く、冬季は温暖で穏やかである。年間平均気温は、摂氏15度、最高気温は、夏の摂氏35度、 最低気温は冬の摂氏4度である。年間降水量は約600ミリメートルである。島の西部に位置するため冬季の風が激しく、時には110キロメートル毎時もの強風が吹く。ありがとうございます。